ケルベロス役岩鍋光希です。ゲームセブンスプレイをやるとしたらどの職業に就きたい、やっぱ剣ブンブン振り回したいんで剣士がいいですね。いろんな職業ありますけどやっぱノーマルに剣がいいですね、はい。競争演劇のオーディションに合格した時の気持ち、これは本当にオーディションを参加させていただいて、こう周りの他の参加者の人たちを見るとこうアクションバリバリだったりダンスめちゃくちゃできたりっていう本当につわもの揃いみたいな人たちしか周りにいない中で、僕もダンスも得意でもないしアクションもできるわけでもないっていう中で、こうもうこれは無理だって思いながら正直参加していたんで、まあ、そこで合格いただけたっていうのは本当に嬉しい気持ちと同時に、まあ、絶対こう周りのキャストさんたちはアクションダンス当たり前にできる人たちなんだろうなっていうので、もう必死にやっていこう頑張ろうと思いました、はい。疾走セブンスプレイですね、9月21日から25日、新宿村ライブで公演が行われます。チケットまだたくさんありますので皆様ぜひご予約お待ちしております。